でこのページは完成。あやちゃん、そっちはどう？待って、こっちもあと少しで。よし、出来上がり。お疲れ様。結構仕上がってきたし、ちょっとだけ休憩しよっか。賛成。すっごく集中してたから疲れたよ。でも完成した時のことを考えると頑張れちゃうんだよね。そうだね。今のでここまで仕上がったから、あとはもうこれだけだよ。あ、数えるくらいしか残ってないね。そっか、ついに完成まであと少しってところだね。言い出した私が言うのもなんだけど、やり始めた時はちょっと不安だったんだ。単純に数も多いし、それぞれの和歌を現代語に直して、そこから感想やイラストをつけるわけでしょ。考えてみたら作業量すごいなって。私も実はあやちゃんと同じこと考えてた。これは大変なお仕事になるなって。でもやり始めたら思ってた以上に楽しくて、私たちだけじゃなくいろんな人も協力してくれたから。なんかさ、いいよねこういうの。みんなで力を合わせて一つのことを作り上げていく感じっていうか。そうかもしれないね。私もみんなの役に立てて嬉しいよ。いやー、カノンちゃんがいなかったらきっとこのしおりは完成してないと思う。そうかな。私はページの空いた部分にちょこちょこっとイラストを描いたくらいで。それが大事なんだよ。カノンちゃんのイラストがあるおかげでしおりが華やかになるんだから。文字ばっかり詰め込んじゃうよりもこっちの方が絶対楽しんでもらえると思うし。それにね、私カノンちゃんのイラスト好きなんだ。カノンちゃんの絵って本当に素敵だよね。ふわふわしてて色使いもすっごく鮮やかだし、カノンちゃんらしいっていうか、雰囲気がそのままイラストに現れてるっていうのかな。羨ましいなって思うよ。ありがとう。上手かどうかはわかんないけど、小さい頃から絵は描いてたから慣れてるっていうのはあるかも。そうなんだ。だから上手なんだね。私ね、小さい頃からお外で元気に遊ぶよりお家で過ごす方が好きだったんだ。お気に入りの絵本を読んでもらったり、大きな画用紙にクレヨンで絵を描いたり、そうやって遊ぶ方が多かったと思う。そうなんだ。私もお家でお人形さんごっことかするの好きだったな。お友達と公園に行ったりすることもあったけど、家族と一緒にいる時間の方が多くて、家で弟と一緒に遊んでたんだ。その時にね、お絵かきならおもちゃの順番を待ったりしなくて済むって気がついて、一枚の画用紙に自分で好きなように描きたいものを描いて、それを家族に見てもらったり、時には一緒に描いたりしてたんだ。そうすれば私だけじゃなく家族みんなで楽しめるでしょ。似顔絵を描いて見せ合いっことかやったよね。綺麗に描けた時とか嬉しくなってお母さんのところへ見せに行ったり。あ、それって SNS の写真と似てるかも。素敵な写真が撮れたらみんなに見てもらいたいって気持ち。もしかしたら根っこの部分は同じなのかもしれないね。自分の感じた楽しい気持ちを誰かと一緒に共有したいって。私が描いた絵を見て二人ともニコニコしてくれたし、それが嬉しかったんだろうな。あと絵だと私一人でもできるから、仕事や家事で疲れてお父さんやお母さんの負担になりにくいって思ったのかも。なんてね。そこまで自覚してたわけじゃないと思うけど。いや、きっとカノンちゃんは
そこまで考えてたと思う。だってカノンちゃん優しいもん。誰かを思いやる気持ちとか優しさってさ、頭で考えてできるようなことじゃないと思うんだ。その人らしさっていうのかな、小さな頃から積み重ねてきたことがふとした瞬間に現れるんだよ。カノンちゃんの場合、普段はもちろんだけど、こういうイラストにもその優しさが出てる気がする。そんな大げさだよ。そんなことないよ。だってこんなにふわふわしてて見てるとほっこりするイラストなんだもん。カノンちゃんのイラストが素敵なのはその優しい気持ちがあるからこそなんだね。そんなあんまり褒められると恥ずかしくて次のイラストが描けなくなっちゃうよ。でもありがとう。あやちゃんが言ってくれたようにイラストを見てくれた人がそんな気持ちになってくれたら嬉しいな。大丈夫、自信を持って。カノンちゃんのイラストの魅力は私が保証するから。ありがとう。おかげでやる気が出てきたよ。それならよかった。残りあと少しだけど、この調子で頑張ろうね。うん、みんなに喜んでもらえるように私も一生懸命イラスト描くね。よーし、やるぞー。